や聞いてみんな、引っ越して初めて会ったのがカナタンとココちゃんなんだよ。しかも引っ越し当日だったかな、当日だったな。ルシア引っ越した時もう号泣してたの。ルシア田舎っぺなんですけど、田舎っぺから上京してきた魔界の田舎っぺなんですけども、まあ引っ越し先もココちゃんが、ね、決めてくださったんだけど、その過程で初めて会ったのもココちゃんとカナタンで、うちの玄関で会って来てくれて、うちまでココちゃんがまずルシアと会った第一言が、ルシアパーシャなんかいい匂いするじゃんって、女の子の匂いがする、女だよって言ってね、そうそう女だよって言って、いやまあなんか 家とかまあ話だけど、まあ今後のまあなんかなんだろうな、まあ深い話はちょっとできないけど、そう第一声で女の子なんだけど、でカナタンも一緒にね、なんかルシア先輩いい匂いがするわ、僕とは大違いだとか言いながらねいやみんないい匂いだよ、みんないい匂いだよ、みんな女の子の可愛いねふわふわないい匂いすんだよふわふわなんだけど、そう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 、なんかねあの二人いそうなんだよ、あの二人はねそうなんだよ